浜山先生です。分配しているインジケーターは、オブジェクトムービメント USDJPI で、4時間足をですね、それが使えます。それで、分かりやすく、変なものを表示させないでおります。このシグナルですね、こう出てて、これ出てからこの線でね、なったら、リグイというような感じですね。もうちょっと伸ばしたかったら伸ばしてもいいんですけども、設定値はありません。で、これもこうですね。で、これも全部ここで勝ちですね。これもここで勝ちですね。あ、ここで勝ちですね。これもここで勝ちですね。で、これもここで勝ちですね。このシグナルからここで勝ちですね。ちょっと動けるように。で、これもここで勝ち。これも勝ち。ここ勝ちですね。これもここで勝ち。これもここで勝ちですね。これも、ここで勝ちですね。まあ、大体近かったら、ね、戻ってきそうだったら、ここで取引してください。またこっちでね、勝ちですね。だちょっとだいぶ戻っちゃうの嫌なんでね。近くて戻ってきちゃったら、ここで決算してください。リグイしてください。で、これもここで勝ちですね。これは負けですね。これは損切り入れてください。で、これも勝ち。これも勝ちですね。これも、これはタイですね。だけど、これは損切りしてください。途中でね。これも損切り。これも損切りですね。これも勝ち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 ですね。これも全部勝ちですね。これも勝ちですね。これも勝ちですね。これも全部勝ちですね。これは負けですね。損切りしてください。これも勝ちですね。これも勝ちですね。これも勝ち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 ですね。設定がね、USDJPI に整っておりますので、最善なシグナルが出ます。これはね、これは負けですね。これは勝ち、勝ち、勝ち。これも勝ちですね。で、このシグナルは一番いいとこあるんで、実際打つとこはちょっと離れてきますので、いいとこに打ってください。で、これも勝ち、これも勝ち。これは負けですね。これも勝ち、これも勝ち。中心の平均誘導線でリクイしてください。これも勝ち、これも勝ち、これも勝ちですね。これも勝ち、これも勝ち、これも勝ちですけども、こう戻ってきてるんで損切りですね、これはね。この2つで勝ちになります。これも途中で損切りですね。の負けですね。で、これも勝ち、これも全部勝ち、これも勝ち、これも損切りですね。はい、これは勝ちですね。これも勝ち、これも勝ち。という具合にね、USDJPI、日本とドルですね。アメリカですね。日本とアメリカの通貨ペアで、他設定するのが大変難しいんで、ちゃんと合わせておりますね。皆様方、まあ、固定になりますけどね。このように、シグナルが正確に出るようにしましたのでね。変な表示とかいろいろつけてませんので、見やすいかと思います。このシグナルから平均誘導線に従って投資するというわけですね。設定は何もありません。USDJPI の4時間足ですね。で、上に有効期限があります。これは来年いっぱいまで使います。また、状況によって、また、バージョンアップで、有効期限アップしますのでね、その時またダウンロードし直してください。これは PIPS ですね。これは利益ですね。動いてる、価格ですね。これ、円表示ですね、今はね。ということですね。どうもありがとうございました。分配中のインジケーターでした。